本日は静岡県の三島市にある花の里さんに遊びに来ております。お店の紹介というか、あの店主さんの紹介動画になります。こんにちは、花の里石川です。店主さんの紹介って何？店主さんめちゃくちゃ喋ってたんでメダカさんが結構売ってるのと、あとはお花がたくさん売っているので、例えばご夫婦なんかで旦那さんがメダカ好き、奥さんがお花好きなんて方にもとてもおすすめのお店ですよ。だから昨日撮影するって言った時、えぇ、ー、っつって、そう、メダカこっちなんだよ。あ、ね、メダカも見たい。今大体うちで130種類ぐらいかな。130種類もいいんですか？わっ、中にもいい。キラキラ出たー、すごい。何、すごい。ここいい場所なんだよ、広大で広くて何もねえから。ほんと、あ、だるまちゃんいるじゃん、白だるま。すごい、いいじゃん、2色のグラデーション、すごい。小町、なんかメダカさんもやっぱりね、人間関係がね。あ、やっぱ人間関係だよ。ね、大丈夫よね。静岡の人はね、人間関係なの、やっぱり。あ、そうなんだ。そう、もうやっぱ業者さんもみんな、静岡の人はやっぱ人間関係で付き合ってくれるって。だからいらないもんばっかかっちまうんだよ。この赤玉いいの？これ焼き赤玉の下のランクで一番いいやつ。これ私使ってる。先週も35袋売った。すごい。そうそう、私赤玉が土が好きな赤玉ちゃんの。これで、これで。知らない。でも分かったです。これすごい時間かかんだよ、乾燥に。あ、そうなんですか。うん、自然乾燥なのこれ。いや、私土のそういう話聞いたことない。面白い。この日本線っていうのは、はい、これ全部自然乾燥させてんの。で、焼き赤玉っていうのは焼くわけじゃん。はい、そうですね。だからものすごい硬いんだけど、俺はね、あの焼き赤玉って一番硬いけど、はい、メダカって埋もれるでしょ。はい、傷つくような気がするのね。優しい。いや、つくよね、あれ。これだって潜るからさ。それとこれって、適度に、いや、崩れるとか崩れるもんで、うんうんうん、すごくいい。この尿線一番いい。おそらくめっちゃ嬉しい。たまたま使ってたやつ、うん、たまにこれないときは硬質の焼き赤玉にしちゃう。まあまあ焼き赤玉にもなってもいいんだけどね、これずっと硬いもんね、うん、素晴らしいよ。これをずっとこれ屋根の下で自然乾燥だ、そこに。だから大量に出ないの。あ、そうなんだ。でこれ園芸の人っちも、はい、あの盆栽とかさ、うん、やってる人っちはうんと使うから、はいはい、俺業者から持ってこいって言うと、またメダカに使うんですかって言われる。園芸に使ってくださいよって言われる。嫌なのに。うるせえ、俺園芸屋で買ってんだから文句ねえだろみたいなこと言うんだけどね。硬い、すごく硬い。でもそれ園芸でやってる人の目線だよね。なんかそうだから、盆栽屋さんなんかもうすごく使うんだよ。で俺はね、中粒使ってんだよね。小粒崩れちゃうとほらすぐちっちゃくなっちゃうから、こんぐらいがちょうどいいんじゃないかなって思う。これはいいと思うよ。え、嬉しい、めっちゃ嬉しい。ただホームセンターで売ってる硬質の赤玉はもう全然ダメ。使い物にならない。でもね、崩れるのは嫌ですよね。そう、そう、崩れたら意味がないから。だからうちも向こうにも赤玉売ってんのよ。はい、あ、向こうダメだよって言うから、あ、ダメダメダメ、これダメダメダメ。そう、だからこれってメダカの種類しか売らないから、これ園芸の人が買いに来て、これはダメダメダメって言うから。あ、すね、超面白い。で、ね、メダカに税金ってどうなのって853円とかさ。そう、儲けの云々でも税金預かりだからしょうがないんだけど、気持ちよくないですか。あ、なるほど、気持ちがいいね。気持ちがいいね。気持ちがいいね。気持ちがいい。そうそう、うん、好きって言るね。で、これ880円って嫌じゃん、なんか。多分いいと思いますけど、もう、買いやすいね、もうぎ、ね、じゃねえんだ。そう、だから殺すやつには売らない、枯らすやつにも売らないけど、殺すやつにも売らない。だから殺す人には何回も何回も言って、もう中なら中、外なら外でやってって言った上で、うん、で昨日の人はもう何回もやってもダメで、言うこと聞かないからもうやめなって言ったんですか。もう言った。でもやっぱり買いに来るってことは、やっぱ欲しいは欲しいんだね。そうそう。で、今週はほら、またメダカすくい、ここでやろう。ここで、まあ、まだ入れるんだけどね。なんか最近メダカすくいのが、なんかいいやつばっかり入れるから。俺も1年半ぐらいやってる、メダカすくい。そうなんですか。へ、うん、みんないいの入れちゃうから、なんかすごいじゃん。これすごいじゃないですか。めちゃくちゃ綺麗なの入ってるじゃん。大きくて、で初めて聞いたもん。だってここ何年かだよ、メダカすくいって聞いたの。お祭りにしてここ何年か出てるね。
買い取りたいってなっちゃうじゃん。去年の夏はさ、子供がほらお祭りも全部中止だったから毎日やったのね、女の人が2人来たの。もうちょっと並べて、もうクソいいやちょっと2人で1万くらいじゃん本来だったらあのここ休まなきゃなんないんだけど、まあ、お祭り中止になってるから、ね、そうだね、みんなね、かわいそうね。いやだって俺もこれを買う人は必ずセリアにこれが売ってるからこれ買ってこれも売ってるからって、うん、自分で作れるよって、自分で作んなって、めんどくさいわって、うん、じゃあ俺の作り賃80円ねって言ってるよ、うんうんうん、じゃあでもお作り方教えるもん俺、うん、そうなんだ。でこれもこれはねダイソーじゃなくて売ってないのよ、これセット、これバカ売れだもん、売れると思うかわいい。でこれもでも自分で作るのめんどくさくなって知り合いに作らせてる材料があってこれ250円、これ250円、かわいい、見てください。これはちゃんとプロ、やっぱ俺もさ売ってる限りはもうプロになんなきゃ、プロなんだから、うーん、情報は得てかなきゃいけないし、やっぱり確実な情報しかやっぱり言えないから、そうそうそう、はい、ないものはないってホームアシスト言ってくださいってだから今果樹苗なんか置かないからホームアシスト言ってくださいもうそれも正直に言った方がいい。だからホームアシストから鉢を買ってきても俺全然植えるし、うーん、全然だからで今植え替えとかやってくんないんだよどこの店。あ、そうなんだ。だ初露地区王とかさ、観音地区王とか観葉とか、みんなやってくんないんだよどこの店が。やるんですか。やるやるやる、だから取りに行って、もう大体こんなでかいし、ひでえなんて20年植え替えてねえから、で観音地区20年植え替えてなくて、この入れ物はなんかおじいちゃんの思い入れがあるから割らないでくださいってどうやって抜くのって、もう20年だとこびりついてるわけじゃん猫が、ね、もうノコギリで2日ぐらいかけて丁寧丁寧割れねえから、あのゴムハンマーでトントントン、優しい、普通だったらバリーンってやっちゃうんだけどまあでもね、もうしょうがないね、俺は花好きだからやってるだけだからさ、好きっていうのは大事ですね。そう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 、だから別にまあ本来はダメだと思うさ、儲け逃しちゃダメだと思うけど、だから別に花枯らす人もダメだよって言うし、家によっても全然違うわけだから、三島と沼津でも全然違うからね、育てるもんでも全く違うから。沼津ってすごいとこで、沼津ってとこは氷点下マイナス1度ぐらいしかならないとこだから、あの明日川別としてね、カヌキとかだからブーゲンビリアだって10メートル20メートルになってるじゃん。でカヌキに行くとさ、銀行のとこにハイビスカスがこんななって一年中こうなってるじゃん。じゃあ三島ハイビスカス植えたら100本植えたら100本枯れるからね、氷点下5度近くなるから、ちょっとの差なのにね、だから大体ね修善寺から小山まではこの通りってのは全部氷点下5度を越すんだよ、うん、だから出根草も大体5割6割出ないのね、だけど沼津ほとんど出てくるから、ああそう、だからただなくちゃダメなもんだから、なんて花見て汚いと思う人はほとんどいないからさ、うんうん、だからなくちゃダメだし、じゃあ工事やります、オリンピックやりますで全部花使うんだから、確かに、もうちょっとね、業界大きくなんなきゃいけないんだろうけど、先にメダカに越されそうだよね、なんか覚えますいや本当に本当にそうだと思う。まあでもお花好きな人はいいですよね、いいと思う。そうだから、ね、それがねすごく好きでね、よく見るんだけど、ただお花愛がすごい、だから、ね、若い今の若い人のお花を好きな人っていうのはやっぱりセンスがいいのよ。で70代80代ってお花うんと好きなの、なきゃいられないの、ただあっち行っちゃこれ買って、あっち行っちゃこれ買ってめちゃくちゃになっちゃうの、それね、ちょっとお花って飾ればいいってもんじゃなくて、そうそうそう、分かる、それ逆に汚くなっちゃうの、それね、あのね、すごい身近にいるそういう人、あのね、すごい身近にいるそういう人そうだから俺が言うのはお花って玄関にポンと1個あればいいんだ、うん、だから要は俺教室やってるのね、月2回。ああそうなんだ。そう、もう何十年もやってるんだけど、生徒さんにはどんな形で植えようが、うん、世の中に1個しかねえから、うん、汚ねっていう人はいねえんだからっていうさ、だからお花はね、どんな形で植えようがもうぐちゃぐちゃになろうがもう綺麗なんだから咲いてるやん、それをあれしてくれって言うんだけどさ、ただぐっちゃぐちゃに置いちゃダメだよって言うの手入れもできねえ、そりゃ枯れてくわなって欲しくなったら植木行くとそう、だよくあるのがそれ、ね、水くれないでいい植物ありますかっていうこと、嘘、いっぱいいるからだからじゃああんた水飲まないのって話になっちゃってで肥料もやるんですかっていうお話になっちゃって肥料はご飯だよって
で、植え替えた直後っていうのはさ、土の養分を吸うのね、うん、1ヶ月か2ヶ月ぐらい、はい、だからいいんだけど、植物が大体1、2ヶ月吸い切っちゃうのよ、はい、全部人間が作り上げたもんだから、うん、だもんで、その後にご飯をちゃんとやってくださいって話さ、だから水草のソイルと一緒だね。あ、一緒一緒だから、で、液体肥料とか固形肥料とかいっぱいあるんだけど、液体肥料ってのは速効性なの、速効性があるね、液体肥料って、はいはい、ただ、薄めてやらないといきなりやると枯れちゃうのよ、うん、だから先輩とかアイポネクスとか先輩とかにする、はい、そこから固形肥料は置いとくって、遠光性って言って置いとけば水くれとともに徐々に効いてるから、うんうん、だから本当はそれでいいと思うのね、うん、で、4月8月は大体肥料半分効きすぎちゃうの、温度が高すぎちゃう。ああ、そうなんですか。そう、だから半分かもうちょろっとやってくれればいい。あ、そうなんだ。うん、で、よくアンプルってあるとこ、あー、はいはい、まあ、あんなもん俺からそれ水みたいなもんで、あー、あんなもんやんなくて、肥料と、他のね、園芸さん屋さんにも言われた、肥料登録されてんのが半分も満たないぐらいなの、あれ、うん、だから俺からそれは水なんで、あんなもん、うん、あんなもんやんなくて肥料ちゃんとやってくださいって話で、そう、あ、どうせあれやってんでしょって言われたから、そう、だから人間で言うと、まあちょっと薄めのユンケルみたいな、ちょっと栄養のないものには刺しててもいいかもしれないけど、あれ刺し始めたら刺しとかなきゃダメだと思ってる人たちいっぱいいて、あ、だったらちゃんと肥料やってもらった方が全然いいと思う。で、うちに向こうに売ってる花の肥料っていうのがあるんだけど、普通の肥料って、はい、プロミックもそうなんだけど、はい、水やりとともに 50% 全部流れちゃう。あ、え、肥料用、そう、ほんと。で、うちに向こうに置いてある花の肥料っていうのはバイオ活性コーティングされてるもんで、土の中に 80% 残る成分が全部、そうだ、肥料って水を止めてる、それはそうだ、水を止めて流れに決まってるんだよ。そうなんですか、うん、人間だとお仕事とともに栄養流れちゃってるんですよ。だ、それと一緒だからさ。で、こういうエアープランツなんかもそうなんだけど、基本的には昼間やったってこんなの効かないのね。夜、うん、夜気候が開くから、だから本当は夜バケツかなんかジャーってつけちゃえばいい。そうですよね、これいいですね。まあ、いや、いいと思うよ、一応栄養分あるからね。で、いつもだったらちっちゃいけど、今回特用で同じ値段だからさ、エアプランツもすぐ枯れるよ。枯れる、そう、あっちだからね、エアプランツを簡単だって言う人たち、こうやっていっぱい作るんだけど、水やらないとこうやって枯れるんだよ、ほら、こうで、なんかみんなほら、エアプランツって空気中のなんかほら、水分するから、それは、大自然はここと、そのアマゾンとかああいうとこと、空気中の水分の度合いが違う。そう、私あれすごい欲しい。だからもう今この日本とかはそんなに空気中水分があるわけじゃないもんで、そのままで生きていけないから、1ヶ月に2、3回ぐらいはやっぱりつけるのが一番いい。うん、バケツにドカッてつけちゃって、夜の間、それでも枯れるね。枯れますよね、やっぱり。簡単っていう人やめてほしいって。ああいうサボテンなんかもさ、例えば普通のこういうのと一緒に水やりやってくじゃん、いきなり枯れるからね。ああ。溶けて枯れちゃうんだよ。私一回根腐れしたな。そう、水ばっかりやってると溶けて枯れちゃうんだ。もともと水分がある、多肉もそうなんだけど、水分持ってるものはやりすぎちゃうと根が枯れてきちゃうから、ね、そのお尻もそうだ。かわいい、これ今メセンって言うんだけど、俺昔からお尻つけてる。これ昔からあるあるメセン、これ真ん中から鼻をピュッとしたって。めっちゃかわいい。こういうぺったんこのお尻やだね。どういうことしてるのがいいか、どれがいい、この真ん中からね、ピュッと。いや、どれもわかんねえな。かわいいじゃないですか、どれも。色とかもちょっと変わってるわね。気持ち悪いんだ、俺これ。かわいいじゃないですか、これ。めっちゃかわいいじゃないですか。そう、多肉も日照不足だとどんどん伸びちゃうから、もう切っていくしかないね。切った方がいいか。そう、多肉は。そうか、元気もらいました。3時間、あ、3時間食べてました。本当に、ありがとうございます。なんかめちゃめちゃ元気もらいました。ということで、本日は花の里花めだかさんのご紹介動画でした。やかだまチャンネルを登録してめだかとお花を楽しもう。ということで、また別の動画でお会いしましょう。